今回は第1回目の集計で76社従業種の大手企業が対象となっています冬のボーナスの平均は89万3538円でリーマンショックの影響を受けていない2008年以来の高さとなりましたまた去年に比べると5.78%増加し従業種全てでプラスとなりました去年も前の年から5%以上増えていて 2年連続で伸び率が5%を超えたのは1989年と90年のバブル末期以来となります経団連は行き過ぎた円高が是正されるなど企業業績が回復してきたことが反映されているとしています最終集計は来月下旬に発表される予定です